ばんは。あ、フラペチーノさんありがとうございます。ちょっとね、いい携帯の置き場所がなくって、この手持ちなんですけど、皆さん明けましておめでとうございます。2019年、本年もよろしくお願いいたします。はい、あのですね、そう、昨日やっぱり弟が寝なかったのでね、年越し配信はできなかったんですけど、年が越しました配信です。明けましておめでとうございます。ということで今日ね、おばあちゃんのお着物を着させてもらってるんだけど、今おばあちゃん家だからね、どうも携帯のいい置き場所がなくてですね、キヨニありがとう。ちょっと携帯が置けずにどうしようかなって悩んで悩んで、結果今手持ちでやってるんですけど、いい置き場所があったらいいなと思いつつ、そう、メールで写真送ったんですけどね、そう、今着物着てるんですよ。めっちゃ、なんなんやろうな、なんかいい携帯の置き場所はないですかね。そうなんですよ、今ね着させてもらったんだけど、せっかく、そう、なんかといい携帯の置き場所がなくって、めっちゃ、しかもおじいちゃんの部屋なんだよねおじいちゃんの部屋。弁蔵さんありがとう。ね、どっかいいところないかしら。まさみくんありがとう。ちょっとか携帯置けない置けないんですよ。ショーありがとう。皆さん昨日は良い年越しができましたか？みんなあれじゃない、朝まで起きてたりとかしたのかな。ユラはもう普通に夜すぐ寝ました本当にすぐ寝ました。ちょっと待ってよ、やっぱ昨日の部屋移動してみようかな。おじいちゃんの部屋、携帯置くところがないんだ。でもね、ここはここでね、こうなんかなかなかいいスポットがね見つからないんですよね。よいしょ。寝落ちしたの？みんな。あら、ここならいけるか。よっ、あ、ヒートテック見えちゃう、恥ずかしい。そう、寒いから下にヒートテック着込んでるんですよ。よいしょ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 。お、初日の出いいな。ユラはね、結構毎年大阪で過ごすから、今年もだけど日の出はね行かないんですよね。まあただ年越しは家族でします。なんかいいスポットがないですね。急にありがとう。皆さん明けましておめでとうございます。2019年もよろしくお願いいたします挨拶がやっとできました。帯ちょっと待ってくださいね。よいしょ。帯はで後ろこんな感じで、まあ配信のためだけに
お着物着たので、特にどこかに行ったりとかはしてないです。こっちの方がちょっと明るい？あんまり変わんない？めっちゃおばあちゃん家感が半端ないんだよな。 ちょっと恥ずかしいんだよな。そうだよ、こっちの方がまだ綺麗かな。お引っ越し、よいしょ。明るくなりましたか？あんま変わんないかな。よっ。なんかいい場所 いい場所ないかしらって感じですね。自分で着てない、着させてもらったいとこのママが、なんか今度成人式でなんか近所の子の着物をなんか着させてあげるらしくって、今ちょうど練習してるから練習台になってって言われて、お着物着たいしちょうどよくって、よいしょ、ミネトシさんありがとうございます。あけましておめでとうございます。なんかすっごく配信場所いいところがないのが悔しいですね。 そう、なんかちょっと若おかみっぽいねって言われた。あ、ちょっと綺麗になった？ちょっと綺麗になったかな。成人式で着る着物じゃないです。あ、リュウズさんありがとう。成人式で着るお着物はなんか AKB さんが用意してくださった、おされカンパニーさんが用意してくださったものを借ります。来ましておめでとうございます。エリさんありがとう。これはメイジンさんありがとう。これはですね、私のおばあちゃんのお着物です。だから結構ね、もう古いというか結構昔のものです。成人式のものはまあ私も何を着るのかよく分かってないです。つらちゃんありがとう。はい、そうですね、長持ちですね。なんか家にっていうか、おばあちゃんの部屋にいっぱい置物があって、ここら辺にもめっちゃ置物が入ってました。おっ、エラッキーさん門松ありがとうございます。エラッキーさん門松ありがとうございます。 門松ってこれタワーなんですか？今の時期の門松が似合います、本当。